するしない。どうも、ひなたいこです。 What MJ 打つぞということで、トンプー戦いきます。よし、すごい、1秒かからずして4人集まりました。よろしくお願いします。4段、9段、7段、みんな強い。トーン1曲、ドラはウーワン、プレイヤーはなんちゃです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。赤ドラあるだけでなんかこう華やかに見える不思議。はい、では行きましょう。ひなた、これで一歩前進、ね、方針が定まってきましたよね。私はなんちゃ、嬉しい三層引き。ひなた、乗っている。ここから何を弾いてくるか注目ですよね。注目です、注目。神茶、ここは統一落とし。トーンも切られた。自然にね、自然に、あーな、まあいいでしょう。自然に横に伸ばしたキュンポンだって。ホイメン、いきなり仕掛けていった。つもぎりが続きます。ウーソーにくっつけ、赤ウーソー横に伸びろ、お願いします。あと、ソーズと場を制する人物は一体誰なのか。一つずつメンツを作りたい。さあ、この範囲にここはスルーわけですね。ウーワン来ちゃったよ。でもこれね、泣けないの。タイヤオにもならないし、タイヤオになるかもしれない。まあ、とりあえず6を切って、これでリャンシャン点です。ここからが腕の見せ所ですよね。ちょっと待って、泣きやで考えよう。イーソーとイーピンさえいなくなれば、均衡を破るのは果たして誰。終わりました。トイメンが終わりました。正解なつま上がり。静かな静かなスタートですね。トイメン、まずは一歩リード。次はトン2曲、親です。親、プレイヤーは親です。ハイパイ大事。初最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。初をスッと持ってこれるかですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。今の見た？もうキューピンパーピン払いたいなと思ってたんですよ、私。あーっと、ここで仕掛けていく。使おうか。でも上手がな。ふわ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 。これは先ほど切った牌。つもぎりが続きます。したいな。でももうチャンの仕掛けも入っちゃった。前向きに普通に手を組むしかないのかしら。数層に前に。ひなた、まだ十分にトップを狙える点差です。励ましてくれたミタさんが、もうやっと切りましょう。止めはなし。シモちゃん、ここは統一落とし。数層が3枚見え、ウーゾー1枚。さあ、この範囲どういうことですか。ってことは、ひなた、あっという間にシャンテン。上がりまであと一息です。出たらポンね。数層まだある。さあ、この範囲も我慢。数層まだある。キューピン出てナイスピン1枚。初ションパイ。カツが神ひなた、ここでも仕掛けない。太陽にお祈りしましょう。これはもうウゾだ。スモスイーシャンテン、ポン合わせて泣いちゃったよ、ごめんなさい。ノンこれはね、もうね、持ったら三連光つく形になりたい。見事、もう何も言うことなし。ひなた、これでまあいいでしょう。きっと泣くわ。みんなきっと泣くわ。一本場、ドラはスーピン、プレイヤーは親です。私の親が特攻になりました。ひなた、全曲は上がりを決めています。これで暫定トップになりました。一体どんな結末となるのでしょうか。暫定トップって言っても、はい、3曲がずれました。ひなた、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。自然に行きましょう、自然に。自敗か、言いそうか、で、まあ一通なさそうなんで言いそうと。一番最初に仕掛けるのは誰か。これでまた6、7、8の目が出てきたんじゃないですか。ひなた、これでリアンシャン点です。担当になれ。ここから何を引いてくる。さあ、この牌、ここはスルー。泣かないので、泣きなしに変えます。パー1だって。T1 来たらいいペーコ。重苦しい場になっています。これはこうですね。
ここはドラを持ってきた。え、これはね、9万打っていいと思います。頭になる。あっという間に一瞬で有利な街にしたいですよね。ストレートに引いた。もうね、3色なりませんでしたけど、見てしょ、数ピンだとなんかありそうな気がしますよね。2ピン2枚でピンチをかけました。チューチャンパイが立て続けに来ています。なかなかね、対面プレイヤーのリーチに対応しています。なんで積もりたい、積もっちゃおう。各茶どのように打ち回していくのか、神茶慎重に打っています。ひなた、ここで大きなロンが1枚乗るかどうか。もう何も言うことなし。ひなた勢いが止まらない。来た方やで、まずは来た方やで。はい、突破ありがたい。親が続きます。2曲日本馬、ドラは初、プレイヤーは親です。ドラ初1枚ある、1枚しかない。全曲は上がりを決めています、うん、それでは対局の模様に注目してみましょう。6勝国士無双はやりません。なので9ピンから日向、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。いや、ほんと辛い手だな。まっすぐ行かないです。ドラもあるし挟みたいなみたいな。場は膠着状態。抜きはとりあえずしない。おーっと待って、これはひなた手が進んだ。方針が定まってきましたよね。さあ、うん、この範囲にハッとここで仕掛けていく。使いたい。これでだいぶ楽になりましたよね。今回の泣きができた理由が兵が統一っていうところが、一体どんなドラマが待ち受けているのか。ひなた、あっという間にイシャンテン。ハイファイとはえらい違いですよね。心強さがあったので、さあこのハイはどう。ひなた、ヘンパイ。泣かないことが多い私でも泣いたということです。各茶相手の出方を伺っているのか。1-1-1-1。ここはスルー。きっと一番手でしょ、この先輩は。場に緊張感が漂っています。ひなた、上がりきることはできるか。もう泣かないぞ。トイメン、捨て牌にチューチャンパイが並んでいます。 6-8 って切られてますよ。すり抜けられている。私の手配がマンズがね、通ってなかったんですよ。少し場が落ち着いてきたか。だから戦ってくるってことはもう進んでらっしゃる。日向、なかなか上がれないですね。なかなか上がれない。このまま静かに場が進行していくのか。いるのかしら。お、闇だ。下茶、軽快なつま上がり。あー、うまく打たれてしまいました。なるほど、面前つも。これでリーチは不安があるしってことですね。だったらトン3曲、ドラはペー、プレイヤーはペー茶です。はい、ペー茶です。ペードラです。現在はトップです。6、このまま逃げ切りたいところですね。久々に見たんだけど、果たしてこの曲を制することができるのでしょうか。ウーシャンテンの日向っていう匂いからついに毒が始まった。よかった、5になった。日向、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。クシもやりたくないしな。さあ、この範囲に反応。ここはスルー。抜きなしで弱敗重ねたらうんちゃらみたいなやつか。にしても手が悪いな。ひなた、手が進んだ。方針が定まってきましたよね。全然打ちたくないな。チューチャンパイが立て続けに来ています。こういう手難しいですよね。あんまりこう前向きにゴリゴリに進めたい手じゃないのに、なんかじわじわ進んでるみたいな。じわじわ進んでて安全牌減らされていく感じ。
難しいな。一番最初に仕掛けるのは誰か。親の現物の発を。これは先ほど切った灰。シピンテだし。もうトイレの下山に親方と思ってる。おっと、ここでリーチ。プレイヤー、早かったよ。どうするんだろう。果たしてここをしのげるのか。突っ張っていった。突っ張ってないよ。突っ張りたくないよ。降りちゃう。これはトイメンの現物ですよね。どうすんのって感じだよね。降りきれるかしら。これは先ほど切った灰。ここは合わせ打ち。ここは一歩後退。ずっとね、追いながらね、降りるのめちゃくちゃ大変なんですよ。テンポが速いから。バンズが立て続けに来ています。これも現物ですね。あーっと、トイメン、これは強烈なつま上がり。まあ、まくられてるよこれ。チーズもチートゥードラドラ。跳ねてる。これで、これで8000点差ないということですね。オーラスのね、差がね。トン4曲、ドラマ E ピン、プレイヤーはシャーチャです。この試合もいよいよオーラスとなりました。ひなた、ツモなら1300、2600以上、ロンならマンガンを上がればトップですね。さあ、勝つのは一体どのプレイヤーか。手がいい、止めます。止めます。さあ、この範囲にポン。ひなた、いきなり仕掛けていった。ひなた、早くもリャンシャン点。想図の形がいいですね。おっと、合わせて動き出した。これでリャンハン確定ですね。あ、ピンズは伸びないと見たのか。止めて、ちょっと負けたらマンガンだし。ハツはギリギリまで絞るのかな。切る。さあ、この牌はどうする。ひなた、早くも2風呂目。一応の可能性もあるんですよ。下茶、ここはドイツ落とし。チューちゃんパイが立て続けに来ています。ハチュー、ハツがないよ。ひなた、まだ十分にトップを狙える点差です。トイメン、捨て牌にチューちゃんパイが並んでいます。ひなた、ここは仕掛けるか。ここはスルー。そうやだな。各茶どのように打ち回していくのか。ここも我慢。だからね、各茶相手の出方を伺っているのか。ほう、トイメン、ここで泣いてきた。場に緊張感が漂っています。トイメン、これは痛い。見事、もう何も言うことなし、ね、優秀の実を飾りました。お見事、お見事。これトイメンから出なきゃ足りないとこ多かったけど、チューが出てこなかったね。直撃なら100点まくったよ。両脇から見逃そうって思って思ってもね、今のままじゃ。あー、よかった。というわけで、はい、直撃でトップ取れました。よかった。はい、ありがとうございます。対局ありがとうございました。さあ、というわけで今回は逆転トップ、嬉しい結果となりました。最後までご視聴ありがとうございました。またふわっと MJ でお会いしましょう。チャンネル登録しましたらアラート機能をポチッとしていただいて、最新動画チェックしてください。またお会いしましょう。バイバーイ。